はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイト塾長の細井です。横浜高校社長の丸山です。はい、今日は何ですか？いや、最近受験生版タイガーファンデの方もすごいですよ。なんか切り抜きとかでバンバン何百万再生とかバンバン出てるじゃないですか。そうですね、はい。で、最近ちょっとやっぱ気になったのがめっちゃ切れてません？いやけど、いつも あのリアルな俺見てると結構手加減してません？あー、まあ正直今もうどれぐらいですか、付き合い7、8年ぐらいですか？そうですね。まあ細い竜をよく知る者としては、あ、ちょっと乗っけたなというかちょっとパフォーマンスやったなこの人っていうのはありましたね。そうっすよね。ちょっと自分でもやっぱり本気出しちゃうとこれ悲惨な動画になるからそうですね、やめようみたいな、ちょっとね、山火さんに話振ってみたりとかちょっと手加減は優しいですよね。どこであれは多分まだ目が笑ってましたもん。そうそうですね、そうですね、そうこう周りの山火先生とか、小芭蕉さんが上向いてるとかのこの視野の広さを保ってる状態だったのであ、ちょっとこれは多分、まあ、テレビ用というか YouTube 用じゃないですけど、あ、パフォーマンス、まあ3割ぐらいはパフォーマンス乗せてるかなとまあそうですね。いや、こうまあエンタメなんでね、もちろんそのアドバイスの内容はまあ本当に思ってることなんですけど、はい、まあ、その表現方法としてまあいろんな角度があるじゃないですか、はい、まあ普通にまあもうねブチ切れてるんですよね、ストレートに、はい、まあまあみんな多分怒ってたと思うんですけど、はい、けどそのね中にこうちょっとしたまあガス抜きというかですね、はい、まあこの虎が5人いるわけですから、まあ、うまく交えながらっていう感じで、まあちょっとマネジメントした部分はありますよね。どうなんですか、あれは結構そのフラストレーションというか、はい、内面的なこうイライラ度はどれぐらい溜まってるものなんですか？そうですね、けどあんなんでイライラしてたら僕ら仕事できなくないですかまあ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 正直まあ対生徒でもまあ似たような場面はありますからね。ですよね、はい、てかあんなレベルでイライラしてちゃ塾なんか経営できないですよね。まあ間違いないですねまあまあまあもちろん中山くんももちろんダメなとこいっぱいあると思うんですけど、はい、だいたいだってダメな人が来るのが塾じゃないですか。そうですね、まあ、と思うっていうか、まあもうね言わんでも理算受かる人は別に塾行く必要ないというか、確かにもうね、ベテラン地の言う通りね、つくこまか改正かなだか追いに行っていただいて、こちらっかに行ってくださいかただそれだけですよね。それで済むならそれ以上のことは言うことないですね。そうですよね、はい、だからもう理算の入り方ってそれしかないらしい。それですね、はい、確率論高めるだけなんでね、何度もそんな下手な努力とかしないで、うん、そのただ条件満たしていけばいいだけっていうね。ですよね。そうですね、そのゴールデンルートに進めるんであればもう学費的にも万々歳ですよね。そうですよね。だから別にまあそうじゃない人が現れることの方が多いわけじゃないですか、はい、だからまあ結構面談とかでヤバい人いっぱいいません？いますねあのトーンで細井先生が面談してるのも何度か見たことはありますね。はいはい、もう全然、しかもまあ面談の方がもっとガン詰めしてますよね。そうですね、特に親御さんとかいるとでも俺もテンション上がっちゃってね。ちょっと今言おうか迷ったんですけど、親を泣かせたことがあるっていう伝説があるじゃないですか結局まあそのまあ僕らも仕事でやってるわけですから、はい、こっちの本気度伝わらないと、まあ相手からも、まあ、本気だからお金を払ってもらえるわけなんで、はい、お互いね向こうになんかこうわだかまりとかその背負ってるものに対するなんかね謎なプライドとかがあったりすると邪魔してくるんですよね。そうですね、そう、私の育て方がいけないんですかねみたいなこと言ってくる人いるじゃないですか。まあ、いけねえから来なくてっていう風な話ですよねまあ簡単に言うとね、はい、じゃあね佐藤涼子ママみたいに頑張ればよかったじゃないですかみたいなね。もうあなたはじゃあね自分が一番なんですかこの世の中で頑張ったお母さんとしてってね、そういう話じゃないですか、競争なんで。どうね、子供を4人離散に入れてる親がいるんだから別にできないことはないはずですよね。だからそれを言っちゃダメなんですけど、けど結局それを理解しないといけないんですね。みんながみんなそれできるとは思ってないですけども、まだ自分にももっとできるところがあったっていう自覚は与えてあげないといけないですよね。そうですね、うん、もちろんプロから見た時に親が受験戦略として正しいものを取れるとは限らないですからね。そうですね、タイガーファンディングっていう場がね、まあその円滑に回って盛り上がって、
で、しかもそれを見た同じような悩みとか自分もそうだったなって思ってる人たちに同様の感情を抱かせるためにはある程度こう作ってあげなきゃいけないですよね。でもちょっと赤ちゃんかはちょっと笑っちゃいましたけどね。面白いですよね。面白かったですね、あれは。パパって呼べよやっぱああいう面白いこと思いついちゃうんですよね。いやさすがっす。さすがですよね、やっぱりね。我ながらこれ、いやー面白いなと思って、なかなかいいですよね。でもやっぱ個人的にやっぱ一番ツボだったのは、あの上を向く小芭蕉さんですね。コメント欄とかでもよく書かれてましたけど、いや小芭蕉が一番実はその、なんていうんですか、その受験指導に対して真面目ですね。厳しいですね。うん、もうリアリスティックというか、現実路線で。そうですね、だからやらないやつの意味がわからないんでしょうね。もう理解不能というか。じゃあなんでここ来たみたいな、まあ多分若だまりがねすごい生じちゃうんだと思うんですけど、まあけどね、そんなこと言ってちゃうちょっと小芭蕉の塾大丈夫って思っちゃいますよね。結構人気みたいですけどね。いや人気みたいですけど、やっぱり結局まあその、まあ、できない子を引き上げてあげるのが僕らの仕事なんで、ね、できない子の気持ちもやっぱり分かってあげなきゃいけないし、いやお前さ、なんでそんなことできないの、マジありえないんだけどって切っちゃったらダメなんですよね。だからそこからどうしたらこの子できる子になるのかなっていうところがすごい大事だし、その中山くんに関しても、まあ、岩井さんね、でも同じ感情を持ってるんだと思うんですよね。まあこいつをどうにかしたらんとまずいぞみたいなねって言ってましたよね、やっぱりね。皆さん優しいですよね、トラの方々。まあそうですよね。まあタイプがみんな違って、優しさの、うん、まあそのまあ小芭蕉は本当にその受験っていうのは甘いもんじゃないっていう、うん、まあ根底のもとやってる人だし、もう山火先生ですねは、まあ、何のためにいるのかよくわからないし、まああの吉村さんはただかっこいい、かっこいいです、まあ、なかなか結構キャラが立ってて素晴らしいというか、うん、まあ松原さんもやっぱり最後はね、もういつでも僕出してあげるよっていう、こうなんかこうすごいね受け皿感が、懐深いですよね。深いしね、体がでかい。小芭蕉と松原さんでかい、とりあえずね。しかも間に山火先生がこうちっちゃい。そうなんですよ。ちょっと僕もちょっと筋トレしてね、ちょっとあの二人にでかさで追いつかないけど。最近いよいよ気づかれてきましたね。細い先生腕太くないって。そうですね。やっぱね、その最後はやっぱ受験とかお金とかね、どうでもいい。最後は殴り合いでしょ。物理的な。やっぱね、どんなにね、100億持っててもね、殴り合いで負けたら終わりです。沖先生に腕相撲勝ちました。いや、まだやってないんですよ。そろそろ、あのメディケートの序列は腕相撲で決まる。そうですね。そろそろ、ちょっと、やっていかなきゃいけないですね。じゃあですね、今回は中山くんの回についてですかね。いろいろ聞いてみました。はい。まあ、令和の虎のタイガーファン、受験生版タイガーファンディングですか。まあ、いい企画だと思うんですよね。まあその、まあ本当にいいプレゼンをね、持ってきたあの、関和の公式の子とかね、うん、まあ、最後足元救われてましたけど、ああいう子は本当に今でもね、ちゃんと皆さんからこう優秀だったって言われてますし、まあ、ちゃんと準備してくればすごいいいんじゃないかなと思うんですけどね。中途半端に来るとボコボコですね。まあまあ、出られる方もね、まあ一つ、例えば有名になる、なりたいっていう、もしね、希望があれば、なかなかいいですよね、チャンスとしてね。いいきっかけですよね。うん。だから、大学入ってから、自分もこういうふうにインフルエンサーになりたいなと思ってる人は、ああいうとこから足掛けにしてみるといいと思うし、まあ実際そのお金は、やっぱりまあ5、60万なりともね、やっぱり出せないっていうご家庭実際あると思いますからね。そういうのの本当に助けになればいいと思うんですけど、やっぱりあの場でみんなに好かれるっていうのがすごい大事なんじゃないかなと思いますけどね。キャラクター大切ですね。うん、単純に嫌われたらお金は出ないでしょうみたいなね。なんかこうもっと頭使ってしっかりと立ち回れるように、まあ周りの大人とか友達とかとね、柵を練ってこう出てほしいなとか。またそれはそれで突っ込まれますけどね。まあそうですね、まあ、けどなんかあまりに無謀に出る人が多いから何がしたいんだろうかって思っちゃいますけどね。うん、まあぜひねそこら辺楽しみに僕ら待ってますんで、ビビらずにね志願してみてください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。